三姫村は、犬イ,イルカによる日本の小説。編集のありを追って、東北の寒村に迷い込んだ、東京の大学講師で、昆虫学者の山上一郎は、滝屋上村カリス地区の人々に助けられる。その出来事から間もなくして一郎と入籍した医師の、和子は、もう一度フィールドワークに行きたいという夫に付き従い、滝屋上村に行くことにした。今まで医師がいたことがないという医療過疎地域で、 使命感を持って望む箱だったが、無意村なのに、村人が健康的すぎることに気がつく。この村には何か秘密があるのか。ある夜、決して行ってはならないと言い含められていた、金足地である社に向かう人影を見た一郎は、社にありにもつながる、村の秘密があるに違いないと直感し、社へ向かったまま、姿を消してしまう。帰らぬ夫を待ちながら、 妊娠に気づいた和子は村で生きていく決意を固める。三つ坪あり、山上一郎東京の T 大学講師。同大学理学部生物学科で昆虫学を専攻し、大学院を出た昆虫学者。昭和36年、東北の山村で、オーストラリアの固有種三つ坪ありに似た編集のありを見つけ、追尾中に遭難仕掛け、滝屋上村カリス地区の人々に助けられる。 翌年、フィールドワークに妻を伴って村を再訪し、白滝家の離れに住まう。かんばしい結果が出ないまま時が経ち、病気の校舎に連れて行く白滝を見かけ、密かに後を追い、そのまま姿を消してしまう。山上和子一郎の妻、医師、医師としての務めを果たそうと、無料の健康診断や健康相談を申し出るが、 きつく断られ、老人たちが皆健康的すぎることに気がつく。妊娠の兆候を伝える前に、夫が失踪し、不安を感じながらも、村での出産を決意し、娘、優子を産み育てる。中林、佐山一郎と同じ研究室の大学院生。白滝カリス地区の代表者。遭難した一郎を助け、社交辞令で、また、いつでも来るようにと言ったところ、 一郎が本気にしてしまい、夫妻に離れを貸すこととなった。おゆう三条夫妻の一人娘で、本名は山上優子。三歳の時に原因不明の重病にかかり、三姫による介入と引き換えに、国王の言い名付きになる取引をする。三姫天上と呼ばれるカリス地区の社で暮らす女王。どんな病でも吸い取って治す力を持つ。三姫の長兄が国王になり、時系以下は、 生まれて、すぐに、文家の大鉢屋で育てられる。最も強い力を持つ女子が、三姫となり、及ばぬ者は文家で三姫と国王を支えることが、宿命づけられている。国王三姫の子。人には見えないものを見る力を持ち、自身を含める天井の世に家の存続に適したもの,の、縁談を取り決める。大鉢使命を終えた壺を切り捨てる役目を追う。おゆうの世話係。 優に満ちならぬ思いを抱く。くれない蝶子長家のもの。お優の世話係子長家は、三つ姫が吸い取った病の毒を打つ壺を育てる、役目を持つ。緑字幕も矢のもの。四幕も矢は、病の毒を打つされ異形化した壺を後形もなく、消し去る役目を持つ。犬いるか、三つ姫村。角川春樹事務所2010年10月20日発売。 ISBN 978から4から75841165から3ありがとうございます。